要塞、学名、一ポモエアクアティカは、昼顔かサツマイモ属の野菜。茎が空洞になっており、このため、中国語で、空心菜や通り菜とも呼ばれる。官名の、空心菜を日本語読みして俗に、空心菜とも言うが、同じ読みで、心を真に変えた登録商標があることに注意。別名が多い。要塞水上の要塞農地る生た年層だが、 作物としては一年草を扱い、東南アジア原産で高温多湿の熱帯、湿地で多く栽培され、水耕栽培も可能。外見はサツマイモに似ており、茎は中空で葉う。葉は切れ目の入った長卵系。朝顔のような泡紫色、または白色の花をつけるため、朝顔なの別名もある。最低気温が10度を下回ると、茎も根も枯れる。 水辺に生育し、水面に茎を浮かせて浸出する。気水域でも成長可能である。暑さに強く水上で栽培すると大量に根を伸ばして、水をよく吸収することから、近年では故障などの水質浄化活動によく用いられている。日本には古くは沖縄県方面を経て九州に渡来した。真夏でも収穫でき、時期的に希少な葉野菜となる。 九州以北の露地栽培では花をつけても種をほぼつけず、自生繁殖による生態系への影響は低い。洋菜の炒め物形容を主に炒め物、または中華風のおひたしとして、中国、台湾やフィリピン、ベトナム、タイ、マレーシア、インドネシアなどの東南アジアで用いる。ニンニクと一緒に塩で炒めたり、魚醤のタグやトーチで味付けして、炒めたりすることが多い。 調味料はシュリンプペーストやオイスターソースなども使われる。オーストラリアの先住民族アボリジニの間では物資タッカーとして古くから消費されてきた。日本でも沖縄県で従来より栽培されていたほか、九州地方などの温暖な地域で栽培が広がりつつあり、栽培農家も増えている。消費者が入手または栽培するのも容易になりつつある。 エスニック料理店や中華料理店で高級食材のメニューに乗ることも増えている。岐阜県立恵奈農業高等学校では、水を入れたコンテナ容器で栽培する方法、コンテナドボン栽培を開発。名古屋市堀川において、ポットトレイにペットボトルをつけた、ペットボトルミニウッキ島での栽培を2010年に行い、1%程度の塩分を含む、気水域での栽培が可能である。 2017年2月には竹をしならせ2重のビニールテープで固定した竹製浮島を考案し、同年7月に栽培実験を行った。成長過程で窒素やリンを自らたくさん吸収するため水質浄化作用があると言われており、岐阜県の阿木川ダムなどで栽培されている。栄養価などほうれん草と比較されることが多く、ほうれん草に負けないほどの栄養価があり、 利用価値が高い。ただし、ほうれん草とは違い、難容性の集酸カルシウムを多く含んでおり、えぐみを感じる原因となっている。集酸カルシウムの毒性については、傾向データはないが、劇物の集酸塩として、飲み込むと有害であると考えられるので区分4に分類されている。集酸カルシウムは、尿道結石の原因にはならないが、食べ過ぎに注意することが必要である。 ありがとうございます。